はい、どうも皆さんこんにちは、ピオチキチャンネル、プネスのピュートです。さあ今回もスプラトゥーン3マッチやっていきたいと思います。今回やっていく武器はこちらでございます。ケルビン525、スプラッシュシールドとナイス玉を持っている、ケルビン525のやつでございます。マニューバということで、今回はインク効率メイン、インク効率サブ、ステジャンでやっていきましょう。それではガチホコバトルスタートです。さあ私そもそもスプラッシュシールドがかなり苦手なサブという感じで、まあなんで苦手かっていうとね、メインのインク消費が激しいものとかと組み合わせたり、結構バシャバシャやったりするとインク管理ができなくなって、スプラッシュシールドを設置しようにもインクが足りないよみたいな、インクがあーみたいな感じのことが結構ありますんで、今回はサブインク効率で、その機会をちょっとでもいいので減らしていきたいなっていうことと、ケルビン自体、インク消費まあまあマニューバーの中では重たい印象ありますので、まあそこもカバーするようにのメインインク効率という感じですね。ってことでやっていきましょう。やば、4トッパーやばくね。さあお相手52ガロン、エヌザップの85、バッタリーとラクト450。さあ側面からは来てないっぽいね。なんで？は？直撃はおかしくね？飛べるかな？ふっふっほっ。くえ。いやー、ラクト何やってんだ。まずいなこれ。でもやっぱ強え、シールドうめえ人、ごつうまいですね。さあこちら側がガチホコ取っていきましたが、ちょマジかよ、うま、待って、うまい。いやラクトで崩されたのも、丸ミス当たっちまったのもあれだけど、丸ミスあれ当たってないよね。ちょっと理不尽感を感じるくらいの当たり方してましたが、丸美さ、まああの丸美さ直撃なの、なんか、いや爆風一発なら許容かなと思ってたら、爆風とかそんなの関係ないんですけどみたいな感じで角位置取ってきたんで、いやでもそれ以外にもゴツが強かった。やばゴツだよね、そうだね、やばかった、マジで完封されてる感じがした。シールドの使い方がうまいのと、あとはまあいろいろ場の振り方だったり、シールドを挟んでの逃げ方がうまかったんだよね、そもそも。それがやられてるのがマジで、私としては理想の動きはああなんですよっていう、本当にそういう動き方をされてました。いやーこちら側ゼロキル、僕も含めてもう一人いるからさ、まあケルビンだからキル取らないとまずいんですよね。なんでまあなんとか頑張っていきたいところではある。さあ頑張っていきましょう。第2戦目、スメッシーワールド、お相手必戦キューと、スパッタリーのキュー、オーバーフロッシャーボールのマーカー、カーリングがなんか横飛んできてねえか。うえっ、うわ違う、必戦だけかと思ったらボルマもいたのか。うまいうまいうまい、ナイス防衛、助かりますそれは。さあここ塗られてんの正直気になりはするが、私行くか。マジで
どこら辺濡れた？ここか。ちょっと後ろ側の方飛びましょう。どう、ここ、あそこか。とりあえずシールドで防衛陣張りつつ、特爆発するのちょっと怖えな。はい、シールドのものとして OK。 側面落とされてる？大丈夫っぽいね。一線とかいるからさ。あっと落ちた。さあ防衛入りましょうか。27カウントだったら防衛入った方がダメ？簡単？オッケー、うまい。さあここ奪われていく。オッケー、いく。ちなみにテレビンはスライド前後でダメージ変わります。35と51とかだっけかな。確定数がね、確定2発になるんですよ。50だっけ、51だね、50だったかな。確定数がね、3発から2発に変わるんで、テレビンはマジでスライド後にどれだけ当てるかがもう勝負の分かれ目になります。さあただボルマだったりスパヒューだったり結構ね、近寄られるとやべえようなやつらが揃い踏んでるんで。さあオバフローが溜まっている。とりあえずこれで逃げましょうか。うわー、そこ狩られてんのか。さあ残り1分20秒ほど。一応シールドで防衛だけやっておきましょう。ここで取りまー、よし、1人落とした。やばい、ここ突破された。さあナイス、助かる。ヒッセン助かるのと、ヒッセンとクラブラがシナジーあるの助かりますね。70ダメージと30ダメージで。必修どっかにいるな。ナイス、助かる。いやーダメか、うまいクラブラ、クラブラさん、マジ神。クラブラさんマジかよ。ウルソで決めたのめちゃくちゃ偉いんだが、ただちょっと塗り取っとかないといけない。あー、いるいるいる。タンタンってことはあれは、必修ですね。来るかな。ちょっと OK。 なっ、どうだい。ウルソナイス、ウルソナイス。 OKOKOK。 とりあえず攻め込める、攻め込める矛台を一箇所に限定したのはまずでかいと私は考える。ナイス勝利。いやーよかった、マジで。結構怖いよこれ5キル6です。まあ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 、まあ、よろしくはあんまないけど、勝ちは勝ちで、最後の方は冷静な判断ができたから、とりあえずクラブラの方強かったですね。もう助かりまくりました。19キル、必修も15。ここ2人がかなりシナジーあるっていうのはでかいですね。えらい、ありがとうございます。これはねマジで味方に助けられてますね。ちなみに一発のダメージと見たかった。えい、36と 52.5?
52.5 か。51じゃ、でも50でもなかった。それより高かったですね、ダメージ。いやー、スライド硬直とかを無視して、そこの部分マジで特化させるんだったら、まず、そこはスライドを使ってシャッシャッって、シャッって一回行ってから2発打ってウェイっていうのが一番いい流れではありますよね。さあ、第3戦目ですか。やっていきましょい。さあ、お相手若葉シューター、スパッタリー。スプラマニューバコラボと、ティッセン。ティッセン多いね、今回。必ずどの試合にもいるじゃん。置いてきます。OK。シールドは、まずあるだけ、なんか横の部分ペコペコ跳ねてたりするしぶきが出てる気がしたんだが、乗せ。当たんねえか。さあ、奪われていくか。ポイズン嫌っすね。よっこいせ。オッケー。さあ、とりあえずはこれを置いておきまして、さあ、着地ピン落とされてるけど、どう来るかな。おっと、まずいね。どう来る。オッケー。おっと、あっと、あっ、変なことしない。ここのルートつなげておいて、さあ、そこ失っていく。おっと、危ねえ。バレてるよ、そこ。まあ、ヒッセンだろうと思ったよ。いや、ヒッセンの可能性はないのか、本来は。必修だったら、スペシャル使った近くに本人いることあるけど、今回ヒッセンか。OK。随分遠くからやってる感じだけど、15カウントだったらそれでもいいと思う。さあ、そこからポイズンってことは、うまい。バリア若葉だね。さあ、飛びまーす。やっこいっすい。まあ一応スペジャンはついてるんですが、念のためね。いるね。よっと、一応シールドだけやって、オッケー。カーリングってことはマニコラですね。わかりやすいね、ハブ使ってくれると。下の場所塗られすぎてるから塗り返しておきましょう。壁、今回の私はもう防衛気味に入ってるんで、スペシャルだけ貯めておけば OK。 飛んでくるよ。おーい、あっ、 OK。完璧すぎない、今。いた、疲れた。さあ、逃げましょうか。来い。よっ、来い。あ、どうもです。これは戻りたいです。レッド。
感じに回せたんじゃないか。側面大丈夫かこれ。2レスした状態のところでこちらがここダッシュしたことで防衛体制が非常に整いやすくなった。ナイス処理、今回は活躍したでしょ。これはいい感じの動きができたと私は思うぜ。そもそもデス数が少ないで、ちゃんと抑えるべきところを抑えたし、ほぼ取りに行ったのもあれは正しい判断だと思うから、ちゃんとやれてたと思う。ナイス。ただスライドして攻撃っていうことが慣れてなさすぎますね。普段マニュー使わないから。うおー、13キル2です。これで金称号取れてないのはちょっと気になりますが、勝ち抜けは勝ち抜け。ナイス勝利。ナイス勝ち抜け。まさかいけるとはね。第1戦目のあれを見て、誰が勝ち抜けできると思ったでしょうみたいな、そんな感じですよ。私も第1戦目のあれを見て、もう無理だってなってよ。ほぼほぼ諦めてたね。今回一勝できればいいなと思っていたら、いやてかやっぱフィン強え、フィン強いな。ただ私も私でちゃんとできてるっぽいから、うん、よかった。そんな感じですね。この部分がねうまくいけてるいけてないの差は結構ありますからね。ケルビン使ってる時楽しいんだけど、スライド後の硬直がね、ジャンプ連続入力しながらだと硬直がどれぐらいか分かるんですけど、だいぶあるでしょ。だからスライド1回したらもう打ち続けるぐらいしないと、もう本当にね硬直の間2から3発くらいは打ち続けないといけない。だから変に使いまくるのもね、スライドの距離が長いんですけど変に使いまくるのはダメっていう。さあキルパクマンデラックスじゃないすごい名前がいるさあ第4戦目やっていきましょう。よろしくね。ということでお相手 NNAP85 ドライブワイパー若葉シューター。さあエナスタ2枚とかいう結構嫌な編成してますよ。おっとうまい。後ろに誰かいたない。若葉のバリアだから他の人が、いやー若葉が見えないから若葉のバリアの近くには誰もいないと思い込んでた。だからバリア潰しに行こうとしたら狩られてた。そうだよな、あれジャンプビーコンもあんだよな。そう味方が狩られてるってことは、よいしょ、とりあえず復活までの、うえだ、ジンガイガス、うえうまい、ナイス9番。さあ結構ボコボコに狩られてますね。オッケーオッケーオッケー。あーでも飛んだ人は狩られてる。まいまいまい、ナイス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 。あ、ラッシュしていきますか。ここもちら苦手ですが、ここの段階は取らねば済みますみたいな。なんだと、若葉か、結構がっつり来るんですね若葉。さあ待て待て待て、なんか後ろの方めちゃくちゃ塗られてる状態がねえか。やっぱりね、いやどうも、オッケーですけどさ、なんだとシールド張りながら行ったから間に合うと思ったんだけど、シールドでも
間に合わなかったか。なんであんな全然一本じゃないもんな。ドライブワイパーが別にデコじゃないからビーコンは植えられないはずなのにもかかわらずすごい展開されてる。エナスタ編成恐ろしさ見たりですね。おっ、シールド DPS 早いからね。とりあえずはアップね。当たってないのかあれ。おっと、とりあえずは刺した。あと10カウント持っていってくれればありがてえが、そこ逃げ場なくて結構危険なんだが、10カウント持っていけますか。これまずうますぎんだろ。ナイス走行北斎てか、まあオーダーの筆か。まず来てくれ。こういう時回ってこられると一番やべえんだよな。あ、いたわ上に。これはあと止めればいいだけ。とりあえずシールドで物理的な盾を作りながら前へ来れないようにしつつ、いったしゃ、やられたけどやったぞ。これは私がキルしたかどうかはもう重要じゃない。止めたっていう事実が重要。ハンコに合わせて乗ってくるのはほぼ見えてるからな。そこさえ叩ければ。ナイス、ナイス勝利。あーよかった、スライドを使ったっけ。こいつをスライド武器として使った記憶があんまねえぞ。ほぼほぼ使い方が確定3発のシューターかっこ受け身術持ちみたいな、そんな使い方してな。まあでも結果だけを見ればちゃんと止めるところにも参加できたし、4戦して3勝、えらい、いい感じに勝てましたね。よかったですということで、今回ここまでといたしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあね。